皆さんごきげんよう。今日はドクダミの花と葉のホワイトリカー漬けチンキを作ります。全部で3種類のチンキを作ります。材料は1、ドクダミの花、2、ドクダミの葉、アロエ、ミント、3、2にビワの葉、ローズマリー、シソ、ヨモギの葉を加えたものを作ります。今5月末ですが、ドクダミがとても美しく咲いています。ハーブの成分をアルコールに抽出したものをチンキと言います。はじめに花のチンキを作ります。ドクダミの花をホワイトリカーにつけてチンキにして化粧水を作ります。このようにドクダミの花を庭から摘んできました。ボウルに花だけを取って入れます。花のつぼみも大事です。このように花のみを摘みます。さっと水洗いをします。きれいなところで咲いていた花は洗わなくても良いと思います。洗った場合はキッチンペーパーで水分を拭き取ります。さらによく水分を拭き取ります。このようにザルに乗せて1時間ほど外で干します。お花が乾いたので熱湯消毒をした瓶に詰めます。その前にキッチンペーパーで瓶の水分を拭き取ります。これはちょっと汚いので捨てます。瓶にお花を全部詰めました。ここにホワイトリカーを注ぎます。瓶の中にギリギリ1杯入れます。蓋をしっかりしておきます。花チンキが出来上がりました。次に2番目のドクダミの葉、アロエ、ミントのチンキを作ります。ドクダミは水洗いをして汚れを取り除きます。植木鉢からアロエを取ってきました。アロエも洗います。ミントも洗います。お花の時と同様にきれいに拭いて 2,3 時間乾かしておきます。 2,3 時間ザルにのせて干しておいたのでよく乾きました。このようによく乾いたので、熱湯消毒した大きな瓶にドクダミを詰めます。
ミントの葉も入れます。できればもっとたくさんあるといいですね。ミントの葉は塗った時にスーッとするので入れてみました。アロエも切って入れます。アロエは火傷した時にもよく効くので入れてみました。瓶にすべての材料を詰めます。ホワイトリカーをいっぱい入れます。蓋をしっかりしましょう。ドクダミ、アロエ、ミントチンキの出来上がりです。3番目のチンキはさらに大葉、よもぎ、ビワの葉、ローズマリーを加えて最強チンキにします。ドクダミ、大葉、よもぎ、ビワの葉、ローズマリー、ペパーミント、アロエ、庭で採れる効能のある葉っぱを全部集めてきました。よく洗って汚れを取り干しておきます。きれいに乾いたら消毒した瓶に大きいものはカットして全部詰めます。ホワイトリカーをいっぱい入れます。満タンになりました。蓋をして完成です。3種類のチンキが抽出できるまで約1ヶ月ほど待ちます。お花の化粧水は美白、毛穴の引き締め、シミ、シワ、ニキビ、吹き出物に有効。2と3のチンキは虫刺され、やけど、虫よけ、湿疹、かゆみ止め、抗アレルギーに有効とされています。次回はこの続きをします。化粧水や虫よけなどのスプレーを作ります。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次回まで皆さんごきげんよう。